はい、皆さんこんにちは。聖書の学びを、共にしたいと思います。ですね、まあ、先週は父の日のメッセージをしたんですけども、まあ、またですね、再び、パウロさんの、第3回、伝道旅行、まあ、が終わった時点で、その前の週終わったと思うんですね。でそこをまた、続けてやりたいと思うんですけど、まあ、先々週、パウロさんが、第3回伝道旅行が終わって、まあ、エルサレムに、着いたと。で、そのエルサレムで、パウロさんは、そのユダヤ人に、まあ、捕まってしまうというか、ユダヤ人たちに、取り囲まれて、で、彼はですね、なんとそのユダヤ人たちにですね、なんかまあ、殺されかけるんですね。ユダヤ人たちが彼を、パウロを殺そうとする。で、ちょうどその時に、ローマの兵隊の、まあ、千人隊長が来て、そしてですね、まあ、まあ、騒動を止めるいうかな。で、その、千人隊長は、当然ですね、なんでパウロさんが、その、捕まったのか、まあ、当然、まあ、警察みたいな立場にいますから、知りたいと思ったんですね。今日はですね、その聖書の箇所、使徒による働きの22章の30節から、見てみたいと思います。聖書をお持ちでしたら、使徒の働き、22章30節から、共に見たいと思います。ちょっと30節、ちょっと読んでみます。その翌日、千人隊長は、パウロがなぜユダヤ人たちに告訴されたのかを確かめたいと思って、パウロの鎖を解いてやり、祭司長たちと全議会の召集を命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせた。ここで書いてあるように、千人隊長がですね、なんでパウロが、ユダヤ人たちに、まあ、殺されそうになってんのか、まあ、知りたいと思いますね。で、結局彼は、その千人隊長はですね、まあ、議会、サンヒドリンって言うんですけども、約70人の、まあ、ユダヤ人たちのですね、まあ、議会があるんですね。ユダヤの、当時、ユダヤの土地っていうのは、ローマ帝国の支配下にあったんですけども、まあですね、その自治権っていうかな、その、まあ、その、ユダヤ人たちのその土地をですね、ユダヤ人たちが自分で、まあ、ある程度統治するという、形でですね、まあ、ローマ帝国はですね、彼らに、その、自分たちの、まあ、ちっちゃな、まあ、まあ、政府ではないんですけども、政府のような、まあ、自治権を持ったですね、まあ、そのサンヒドレンという議会を、まあ、持つことを許したんですね。で、その70人の議会、ユダヤ人たちの前にですね、彼を連れてって、で、そのユダヤ人たちの言い分を聞いてみようと、こうしたんですけど、で、当然ですね、千人隊長は、パウロさんローマ市民だっていうのは分かったし、まあ、ただそうは言うもののですね、ローマ市民だから反対にいい加減に、判断できないですね。もしかしたらパウロさんは、まあ、ローマ市民というものの何か大きな罪を犯してるから、ユダヤ人たちに殺されそうとしてるかもしれないし、そういうことでですね、まあ、パウロさんをその、どうしたらええのか、ちゃんと裁判しなくちゃいけないんで、千人隊長はですね、パウロさんがなんで、ちゃんとした理由っていうかな、なんで捕まってんのか、ちゃんとした理由を調べようと、したみたいですね。で、ただ、ここでちょっと反対に皆さんに質問をしたいんですけど、パウロさん、なんでユダヤ人に殺されそうなんでしょうね。なんで殺す、ユダヤ人たちはパウロさんを殺したいと思ったのか。これはね、まあ、今までのビデオを見ておられる方は、わかるだろうと思うんですけど、まずですね、そのパウロさんは、ユダヤ人なんですね、彼も。で、当然ユダヤ人のしきたりや、そういうのはものすごくよく知ってて、彼自身がユダヤ人なんですけども、で、ユダヤ人はですね、しきたりとかルール、まあ彼ら立法って呼んでましたけども、そういった法律いうかな、旧約聖書に、確かにですね、モーセの10回っていうのがあるんですけど、それから始まって、まあ、いろんなですね、まあルールが書いてあるんですね、旧約聖書に。これしたらあかん、あれしたらあかん、あるいは生贄に関しての、細かい、ルールが書いてある。で、ユダヤ人たちは、まあ、それをちゃんと守らないと、まあ、その、救われないっていうかな、まあ、良い行いをしないと、その、立法通り、生きないといけないんだと、そうでなければですね、まあ、神が怒る、また、その、自分もですね、まあ、天国に行けない、そういう理解だったということなんですね。ところが、ユダヤ人たちは、そうなのにですね、パウロさんが、ユダヤ人たちを含め、
多くの人にですね、そのルールなんか守らんでええと、言うてると、いうふうに理解したんですね。実際にはそうでなくて、パウロさんはですね、そのユダヤ人たちのルール、破れと一言も言うてないんですけども、彼らはパウロがそんなこと言うてるというふうに理解して、まあ、悪いやつっていうかな、そのルールを破る人間に見えたみたいですね。で、非常にそのパウロさんのことを腹が立って、ほんで、まあ殺そうとしてると。まあこれが現実なんですけど、まあそのルールっていうのをちょっと考えたいんですけども、そもそもなんでそんな律法みたいなのが聖書にあるのかっていうことですけど、神が、このまあ、宇宙を作られたとき、まあ全てを作られたときに、神様が秩序を正しく作りはったんですね。ですから私たち周りをこう観察するとわかると思うんですけど、この宇宙もですね、私たちの環境すべてですね、正しい神のルールがあるんですね。例えば、万有引力の法則だとか、ケプラーの法則だとか、こう宇宙の天体やとか見てるとそういうのが分かってくるわけですけど、科学者はですね、そういうのをただ発見しただけで、初めからそういった宇宙のルールがあって、で、またですね、そういったその、ま、物理的なルール以外にも、私たちの心には、良心っていうのはですね、まあ、その思いっていうかな。で、その、なんちゅうかな、その、神が、義なる神が、その、作ったルール、何が正しくて何が悪いんだっていうのがはっきりあって、ほんで、その、神が作ったルールっていうのは永遠に変わらない、ルールなんだと。で、その、まあ、良心、あるいは何が正しい。で、それをですね、私たちに、何が正しいんだということを教えるために、まあ、モーセの十戒っていうのを与えて、で、神はですね、例えば人殺しをしちゃいけないとか、そういったことをですね、モーセの十戒で、示すんですね。つまり、何が正しいか。で、この神が言った法律そのものは、まあ、聖書に言うとですね、何一つ変わらない。旧約聖書の書かれている律法っていうのは、未だに、そのままなんですけど、しかし、イエス・キリストが来たことによって、たくさんのですね、部分が、まあ、成就した。イエス・キリストはですね、来て、その、律法を廃止してしまうとか、まあ、なくしてしまうということじゃなかったです。神の義っていうのは永遠に同じルールなんですけども、イエス・キリストが来たことによって、たくさんの、ルールがですね、まあ、成就、まあ、完成してしまった。まあ、例えば、一番わかりやすいは、生贄とかね、実はユダヤ人の旧約聖書の、ルールの非常に多くの部分が、神殿で、どのようにしてですね、まあ、羊ちゃんやとか殺して生贄にするかが細かく書いてあるんですけども、それを、が、まあ、必要なくなったんですね。なぜかというと、イエス・キリスト自身が、まあ、生贄になって、私たちのために死んでくれたんだと。こういう理解なんで、その、イエス・キリストが来たことによってですね、そういったその、昔はちゃんとやらなくちゃいけなかったルールがすべて、まあすべてじゃなくて多くの部分が、まあ成就した。なくなったわけじゃないけども成就したんだと。そういうことで、まあしなくていいと。で、今はどうなったかというと、その愛のルールが、まあ残ってるわけですね。その神を、愛し、まあ、愛したら神様を信じるっていうかな。信じる、愛する。で、また、人を愛する。まあ、人を許すって言い方いいのかな。このルールがですね、今私たちに課せられている、まあ、残っている、ルールなんだと。で、ところがですね、ユダヤ人たちは、今は愛のルールが当然、これは昔からも今もあるわけですけども、愛のルールがあるのにですね、彼らは、そういったしきたりやとか、まあ、ルールですね、これをその、守らないと、いけない。つまり、そのルールがだんだん、形だけ愛のないルールになってくるときはですね。これね、多分分かりやすく説明しようと思ったら、私が実際に最近経験したことを話せばいいと思うんですけど、私飛行機乗ったんですね。そしたら、ちょっと2、3個ぐらい後ろの席で、赤ちゃんがブワー泣き始めたんですね。ほんで、その、大体まあ、ルールっていうかな、私たち飛行機の中では、まあ、大きな声で騒がないっていうか、ぺちゃくちゃやっぱし公共機関っていうかね、交通の、そういった公共機関ではあんまり、人の迷惑になるんで、まあ、携帯電話でも、ならんようにするぐらいですから、やっぱりですね、大きな音を立てるっていうのはおかしいわけですけども、そういったルールの中で、まあ、赤ちゃんがブワー泣いた。
そしたらですね、まあ、ある男性がね、こう、静かにせえとか黙れん、なんかそういう言うんですね。黙らせろ、言うて。なんか飛行機なんか嫌な、なんか雰囲気になったんですけど、これ皆さん、その、どっちが正しいと思う？その、赤ちゃん黙らせろ、言うた男性は、まあ、ルール守ってると言えば守ってるわけですけども、しかし相手赤ちゃんですから、まあ、ここにですね、その愛のルールっていうのが本来あるべきで、愛のルールっていうのは、非常にフレキシブルなんですね。つまり、確かにそういったルールがあったとしても、例えば飛行機の中では静かにしようというようなルールがあったとしても、その愛のルールの方がずっと大切で、そして、それはフレキシブルで、まあ、時にはですね、赤ちゃんが泣いてるのは、ま、みんな我慢するということが起こるわけですね。それはもう愛のルール。で、それがですね、いつも実は正しいんです。愛のルールこそ本当のルールであって、それが、そっちの方が正しい。ところがですね、私たち生活してると、そうじゃないですね。私たちは、そういったその愛のルールがあるにもかかわらず、今自分たちが作った、まあ人間のルールというかな、学校行っても会社行っても、あるいはまあ電車の中でもね、そういったそのルールの方が正しいと、それを破る人間は腹が立って、たまらないですね。先ほどの男性みたいに赤ちゃん黙らせろって言うた、まあ彼疲れたんかとは知りませんけども、ほんで、しまいにですね、そういったそのルールを破る人、が、いるとですね、その愛のルールがあるのにもかかわらず、そのルールを破ったように見える人に対して、まあ、憎しみを感じる。まあ、とうとう最後には、まあ、殺してしまいたくなる。これがですね、まあ、基本的にそのユダヤ人たちが、パウロさんを殺したくなった。理由なんですね。人を殺しちゃいけないって、ちゃんとモーセの十戒に書いてあるにもかかわらず、彼らはですね、なんと、パウロさんを、もう、パウロさんがルールを破っているんだというふうに間違って理解して、ほんで、今彼をですね、殺したいと思っていた。まあ、そんな状況だったんで、千人隊長、ローマ兵が彼を、まあ、守るいうかな、捕まえて、で、今ですね、そのサンヒードリンという議会の前に、連れて行って、ユダヤ人たちにですね、一体パウロさんが、どんな悪いことしたのか、まあ、知ろうとしていると、こういう状況です。ほんで、使徒の働きの先ほどの読んだ場所の続き、23章の、一節から、ちょっと読んでみたいと思います。この後、パウロさんが何と言ったのか、ちょっと見てみましょう。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。で、次言ったのは、23章の一節。パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って、神の前に生活していました。パウロさんはですね、ここで、議会をずっとこう、まあ、見るんですね。見る、まあ、こう、ずっと議会の中をキョロキョロ見とんですね。で、パウロは議会見つめたって書いてますけども、なんで見つめたのかいうのは、これは多分ですね、パウロさん自身は実はですね、今ここに議会に立ってますけど、このサンヘイドリンという70人からなるですね、ユダヤ人たちの議会は、議会にですね、パウロさんは、まあ、約20年ほど前は、なんと彼自身がその議会の議員の一人やったんですね。彼はあの当時まだ多分若い30代の中ぐらいだったろうと想像しますけども、若い議員の一人で、なんとですね、彼は、そのサンヒードリンの一人でしたから、当然ですね、彼はですね、まあ、20年いたボーダーラインやね、知ってる人がおるかもしれんし、おらへんかもしれんし、で、彼はずーっと、あいつ偉い、知ってるわ、とかこうなったんでしょうね、こうじーっと、知ってる人がいるかどうか、こう見てたんじゃないかなもんですね、自分の友達がおるかどうか。ね、で、あいつ、おったっていうのね、髪の毛薄なった、とか、こんなに思いながらね、彼多分ね、議会を、まあ、見てたと。ほんで、それで彼が言うたのは、兄弟たちってユダヤ人たち言うんですね。まあ、もともと彼もユダヤ人ですから、まあ、兄弟。自分と同じ人間に対してそう言うて。で、パウロさんがここで言うたのは、私は今までですね、良心を持って生きてきましたよと。この良心っていうことをよう考えてほしいんやけど、林が神の義、神のルールっていうのは、私たちのはですね、ちゃんと、これが、クリスチャンであろうがなかろうが、世界のどの文化行っても、実は良心っていうのがあるんですね。神様が私たちに何が正しいかということをちゃんと教えてくれている。正直言うてね、この世の中、まあ、今私たちが住んでる、この世界っていうかな、この世の中いうかな、これで全てやったら、
両親って別にいれへんと思えへん？実際に両親あるんやけども、この世の中が全てやったら、これだけで終わりやったら、もう、なんちゅうの、もう、たらふく悪いことしたってやね、どっちに死んでまうんやから、両親あろうが何がやね、もうそんな人殺そうが、まあ、女性に悪いことしようがやね、もう、パッと死んだら、はい、終わりでしょでも、実は両親があるから、そういうことを私たちしたくもないし、したら悪い、嫌な気持ちするし、両親が私たち持ってるっていうことだけでもですね、神が存在してるっていうことを、まあ、証明してるんじゃないかと僕は思いますね。第一、この両親っていうもの、一体どっから来た？なんで私たちそういうふうに感じるのか？これはやっぱし、神の正しいルール、何が正しくて何が悪いんだということがどっかですね、私たち心の奥の方に、まあ、分かってしまう、いうことだと思うんですけども、パウロさんはですね、この私は、まあ、神の、まあ、ルール、神の前にですね、ちゃんと、良心を持って、生活してきたんだと。で、この良心は当然愛のルールなんですね。で、こういうふうにして彼は、まあ、生活してたんだというふうにユダヤ人たちに言うんですけど、この後ですね、実は、こんなこと起こります。2節、23章の2節。すると大祭司アナニアは、パウロのそばに立っている者たちに、彼の口を打てと命じた。その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ、白く、塗った壁。神があなたを打たれる。あなたは律法に従って、私を裁く座につきながら、律法に背いて、私を打てと命じるのですか。ここでですね、実はアナニアっていう、まあ、大祭司がいますね。70人のサンヒドリンのメンバーですけども、それにプラス大祭司が、まあ、議長としていてて、まあ、合計71人になるんですね。で、この議長である、まあ、大祭司は、当然ですね、まあ、大祭司の、ところに座ってると思うんですけども、このアナニアっていう人に対しか、パウロのですね、パウロが私は良心を持って今まで生きてましたってそこまで言うたら、パウロを殴れって、その、まあ、隣に出た兵隊かなんかに言うたんでしょうね。パウロの口を殴れ、まあ、黙らそうとしたいうかな。で、第一、人が喋ってる最中にね、人の顔を殴るなんていうのは非常に悪いことですけど、で、このパウロはですね、そのアナニアに向かって、お前はもう白く塗った壁やなんていうんですね。まあ、ね、この白く塗った壁っていう言い方は、実はイエス様も、マタイによる福音書で、よく似たことをですね、パリサイ人や、立法学者、ユダヤ人たちの同じように言ってるんですね。まあ、聖書開けても、開けなくてもいいですけど、マタイの23章のですね、27節から、28節、ちょっと読んでみると、こういうこと書いてあるんですけども、災いだ、偽善の立法学者、パリサイ人。お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓は、その外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる、汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも、外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいですと。まあ、パウロさんは、その、アナニアに対して、お前は白い壁や、なんて言いましたけど、イエスさんもですね、同じようにですね、ユダヤ人の、まあ、その、外だけ綺麗に見えるいうかな。でも内側は、まあ、お墓の中みたいにもんで、まあ、汚いっていうか、その、皆さんね、死体、腐った死体を見たことある。見たというか、その近くで、私アメリカにおった時に、アメリカには結構ステートパークいうかな、公園が結構あるんですね。おっきな。で、そういうとこ行くと、時々ね、リスやとかね、アンナンがね、車に轢かれてますね。死体の腐った死体いうかな、その、リスにしてもね、車に轢かれたリスが、まあ、もう干からびてるんやったらまだいいんやけど、腐ってる時はですね。そら強烈ですよ、死体の匂いっていうのは。もう、なるぐらいね。やっぱり肉が腐ってる匂いっていうのはね、もう、ひどい。もう、とても近くに行きたくないし。でも、それが私たちのお墓の中は、まあ、はい、じゃあそんなもんですよね。私たち死んだら、ウジ虫の餌になるわけやけども、草って、もう、もう気持ち悪いぐらい、もう近くに寄りたくないぐらい、嫌な匂いが、まあ、するぐらいですね。で、イエス・キリストはですね、その、
その、いわゆる偽善者と呼ばれている人たち。まあ、この場合は、パウロの場合は、アナニアっていう大祭司。まあ、非常にこの外側ですね、立派そうに見えるんですね。まあ、立派な、まあ、学者さんに見えたり、立派な、まあ、牧師さんに見えたり、立派な人に見えんのに、その愛のルールのない人っていうのは、内側はですね、まあ、腐っとるいうかな、もうその死体のように、まあ、近づいただけで臭い匂いがするような、まあ、意味嫌われ、どう言ったらいいかな、非常にこの、まあ、気持ち、まあ、悪いやつなんや、ということをですね、パウロは、まあ、このアナニアさんに言うんですね、お前は白い壁で、まあ、でも、神様がお前を撃たれるなんて、まあ、言うんですけど、で、この後ですね、23章の4節、読むとこう書いてあるんですね。すると、そばに立っている者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロが言った。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かに、あなたの民の指導者を悪く言ってはいけないと書いてあります。パウロさんにですね、パウロが、このアナニアに対して、まあ、白い壁やとか神様があなたを撃つとか言うた後にですね、誰かが、お前何言ってんねん、あの方は大祭司様やで、とこういうふうに言おったんですね。それに対してパウロが、いや、そうか、あの人が大祭司やいうのは知らんかったと。これちょっと不思議な答え方なんですけど、実はですね、これ多分アナニア、まあ、当然アナニアっていう人に関してちょっと説明した方がいいと思うんですけど、実は私たち歴史上ですね、この、大祭司アナニアっていう人についてはかなり結構分かってます。ヨセフスという歴史家がこの当時、おるんですけども、その人がですね、このアナニアについて結構書いてくれたんですね。ほんで、アナニアっていう人は、紀元47年に、大祭司になってます。ちょうどイエスさんが、十字架にかかった時は、まあ、カパヤっていう大祭司やったんですけども、まあ、だからカパヤのことはですね、パウロ用意してると思うんですね、20年前の。でもですね、今は、パウロがいない間に、アナニアという別の人が大祭司になってると。で、このアナニアは紀元47年になってるんですけど、しかもですね、彼は、まずローマ帝国に、まあ、指定されてる、まあ、示された、祭司であって、本来ですね、旧約聖書のルールっていうのは、祭司になれる人っていうのは、まあ、レビ人って言って、レビっていう、まあ、民族、グループっていうかな、レビ人じゃなかったらいけないですね。ユダヤ人たちの、まあ、氏族の中で、レビっていう人。で、しかもですね、大祭司になれるのは、アロンの子孫じゃなかったらいけない。こうなってるんですけど、まあ、モーセのお兄ちゃんのアロンの、まあ、血が繋がっている、その、家系の人しか本来大祭司になれないはずなんですけども、実はですね、このアナニアっていう人は全然そんな人じゃないです。アナニアっていうのは全く関係ない。ローマ帝国に、まあちょっと賄賂かなんかお金払って、まあ大祭司に47になっとる。しかもですね、こいつは結構悪いやつで、まあ、早足が偽大祭司なんですね。本当の大祭司とは、まあ、聖書上言えないんですけども、彼はですね、お金を払って、大祭司になって、しかもですね、私たちはっきり分かってるのは、彼はなんと献金をちょろまかしたんですね。あの当時他にいた祭司たちの給料を、彼はですね、十分払わずに、その、他の祭司たちに払わなくちゃいけない給料をですね、彼は自分のポケットに入れて、ほんで、なんか、献金をちょろまかしてたのが分かってて、しかもですよ、このアナニアっていう人は、まあ、ローマ帝国の手下みたいなやつですから、やがてですね、ユダヤ人たちが、まあ、反乱を起こして、その、まあ、ローマに、抵抗するんですけど、その時にもアナニアはですね、紀元66年に、なんと、このユダヤ人たちに暗殺、いうかされてます。殺されてます。まあ、ちょうどですね、今、パウロさんがここに立ってる、議会の前に立ってる、ちょうどですね、9年後。にですね、なんとアナニア自身が、なんとローマ、ユダヤ人たちに、まあ、暗殺されてる、殺されてるという歴史のが分かってます。だからですね、パウロさんに言わせれば、あれ、アナニアって、あいつ、大祭司。でも、偽大祭司やから、彼が大祭司や、なんて、そんな知らんかった、いうのは、早足が、あんなやつ大祭司やないと、いうような感じも、ユダヤ人たちに彼は言うてるんやと思うんですね。そもそも、大祭司はそれなりの格好してるでしょうから、パッと見た目分かったら、だろうと僕は想像しますけども、パウロさんはですね、その、ユダヤ人たちに、おー、兄弟たち、
彼が大祭司だと私は知らんかったと。ほんで、確かにですね、まあ、聖書には、その大祭司のことを悪く言っちゃあかんと書いてあるね、ということで、彼自身はですね、ちゃんとその神の義なる律法をちゃんと守ってるんだ、ということを多分彼はここで示したかったんだら、じゃないかなと思います。どちらにせよですね、偽大祭司がですね、おって、パウロの口を打ってまえなんて言うんですね。ほんで、この後ですね、どうなったかというと、しかし、パウロは彼らの一部がサドカイ人で、一部がパリサイ人であるのを見て取って議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。彼がこう言うと、パリサイ人とサドカイ人との間に意見の衝突が起こり、議会は二つに分かれた。サドカイ人は、復活はない、見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。まあ、パウロさんは、このサンヒードリンの昔自分自身がメンバーやったし、まあ、よく内容分かったんですね。で、このサンヒードリンっていうグループの中には、まあ、議会の中にはですね、サドカイ派って呼ばれる人たちと、パリサイ派と呼ばれる人たちがいたと。で、このサドカイ派っていうのは、実は、ほぼ、まあ、全員祭司の人たちなんですね。で、当時、実は気をつけなくちゃいけないのは、当時、ユダの神殿の祭司をやってた人たちは、先ほど言ったレビ人でもなければ、アロンの子孫でもないです。なんとですね、彼らは偽祭司ばっかり、カパヤですら、イエス・キリストの時の大祭司のカパヤも、アロンの子孫でもない。やはり偽祭司がやったんですね。で、彼らは誰かというと、紀元63年に、紀元前63年に、ローマ帝国が、このユダヤの土地を、まあ、征服するんですけども、その時にですね、その祭司たちは、なんとローマ帝国が、もう、示したんですね。で、っていうのが、やっぱりユダヤ人たちが、反乱を起こすと困るんで、だから、当時の、祭司たちは、まあ、偽物です。で、しかもですね、彼らは、ローマ帝国の、まあ、選ばれた人間やから、当然ですね、まあ、ユダヤ人には違いないでしょうけども、あまりですね、ユダヤ人たちの律法やとか、法律やとか、旧約聖書、まあ、聖書の言葉やとか、全然尊敬してなくって、彼らはですね、そんな霊やとか、復活やとか、彼ら一応祭司なんですけど、祭司なんだけども、偽祭司であるということと、それから聖書なんて全然、尊敬してないというかな、まあ、多分読んだこともないような奴らで、ほんで、しかもですね、彼らは、だから霊やとか、まあ、超常現象いうんかな、聖書に書かれてる奇跡のようなものは、あんなあるわけないと。まして、復活やとか、そんなもんあるわけないと。言うてたのが、まあ、サドカイ派と。で、彼らは、まあ、当然、ローマ帝国の、まあ、なんか、手下みたいな奴らですから、まあ、リーダーなんですね。リーダーやし、お金も持ってるし。で、でも、まあ、祭司とは言うものの、非常に悪い、まあ、どういったんやから、まあ、今風に言うたら、そういった奇跡を信じない、まあ、ちょっとエリート集団。エリートの人たちで、まあ頭はええということになってたんでしょうけど、頭もよく、またお金も持ってるし、まあエリートで、まあなんちゅうかな、お金持ちのようなイメージの人たちだけども、彼らはですね、全然そんな霊やとか、そんなことバカらしいと思ってたんですね。ところが反対にパリサイ人っていう人たちは、本当のまあ、生粋のユダヤ人で、先ほどパウロさんが言ってたように、律法を守らんとあかんというグループなんですけど、ただ彼らはですね、愛のルールには持ってないですね。彼らはただただ、律法を守ると。だから愛のルールがないから、まあ、愛のないルールを破った奴は憎くてたまらん、殺してまえ、いうかな感じのですね、それがパリサイ人。でもパウロはですね、私はもともとパリサイ人やと、で、私はパリサイ人で、律法を守る方やと。で、イエス、死人の復活、まあ、イエス・キリストの復活ですね。そのことについて、彼は今、まあ、議会に入れられてるんやけどなったら、なんとパリサイ人という、サドカイ人の間で、なんか喧嘩始まったんですね。で、この後どうなったか言うたら、ですね、9節、騒ぎはいよいよ大きくなり、パリサイ派のある律法学者たちが立ち上がって激しく論じて、私たちは、この人に何の悪い点も見出さない。もしかしたら、霊か見つかりが彼に語りかけたのかもしれないと言った。論争がますます激しくなったので、千人隊長は、パウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に、降りていって、パウロを彼らの中から力ずくで引き出し、兵に、連れて帰るように命じた。なんとですね、
千人隊長はなんでパウロさんがユダヤ人たちに殺されようとしてるのか知りたくって議会に連れて行ったのに、なんと議会がもうなんかわーっとこう揉めとんですね。ほんで、パウロさんをなんかもう引き裂くで、みんなこうパウロさん引っ張ったんやろか、こいつあいつでこう引っ張ったんかどうか知らんけども。ほんで、千人隊長はですね、なんかもうわけのわからないなと思って、そのパウロさんをですね、まあ、助けるいうかな、またパウロさん助けて、その安全なですね、まあ、兵舎っていうかな、まあ彼、まあ今風に言うたらそういったその、なんちゅうの、警察署の、建物の中に戻すような、そんな格好でですね、パウロさんまた守ることになってしまったんですけど、まあ基本的にですね、私今の日本考えると、やはり今の日本もね、やはり大きく、二つのグループに分かれてると思うんですね。一つは、そういった霊やとか、そういったその神様やとか、そういった宗教やとか、そんなもん、まあナンセンス。やっぱりお金、ビジネスの世界がもう全てだし、そんなその、なんちゅうの、イエス・キリストがどうのやとか、そういったことを言う人ってやっぱりちょっとおかしいと、そういったまあ考え方を持ってる人たちが結構多いと思うんですね。で、それでいて結構ね、日本人はね、ルールを守るかな、その、ええとこなんやけども、ルールそのものが悪いわけじゃないし、ルール守ることが、は悪くはないし、当然いいことなんです。いいことなんだけども、愛のルールがない時はですね。特に私ね、やっぱり愛のルールがないから、学校の体罰やとかね、あんなもうそういうとこが来るんちゃうからもですね、やっぱしその先生が本当に子供のこと愛してたら、正しいルールが、なされると思うんですけども、しかしですね、この愛のルールがあるのに、人間のルールを、まあ、守らせる。で、そのためにですね、愛のルールがなくて、そしてですね、そのルールを破ったかのごとく、思って、ほんで、その、憎しみのが先行して、パウロを今殺そうとして、実はイエス・キリストが殺された、十字架にかかって殺されたのも、それが理由なんですね。同じような理由で、イエス・キリストもですね、ユダヤ人たちに、ユダヤ人たちの、まあ、安息日を守らないとか、またユダヤの王だと彼が言うたんで、なんと人々はですね、こいつが何がメシアや、言うて殺してまいですね。この憎しみ。そして、その、また、復活を信じない心。これがですね、なんとイエス・キリストも十字架につけた最大の理由でした。皆さんはどうでしょう？愛のルールで私たちは生きるべきじゃないでしょうか？本当に今あるのは愛のルール。そして、その愛があるために神様が私たちを愛してくださって、このどうしようもないこの私たちをですね、もう本当にもう情けないような私たちを救うために、このままでは実は神のルール通り行くとですね、私たちはこの宇宙に本来存在できない存在なんですね。滅びなくちゃいけない。まあ死という経験しなくちゃいけないんですけども、それを救うために神自身が愛を持って十字架にかかり、そしてそのことを受け入れ、またイエス・キリストが復活したことを受け入れただけで、私たちをですね、なんと永遠の命が与えられるんだ。もう神を愛した、その一つ、神を信じた、その一つのルールを守ったことによって、私たちは神様から許されて、愛の神に許されて、私たちはですね、なんと、もう滅びなくていいものに変えられる。これがですね、グッドニュースなんですね。このビデオ見ておられる方で、まだですね、クリスチャンでない方は、まあ、ぜひ、そのことを考えてなっていただきたいと思います。またですね、クリスチャンでも、クリスチャンなくても、愛のルールを持って、それしかないと。それが本当のルールなんだということを理解して、生活していきたいと思います。それでは、今日のビデオ、お祈りを持って終わりたいと思います。神様、今日はパウロさんの、経験したことを通して、学びました。あなたが私たちを、いつもこのように教えてくださることを感謝します。どうかこのビデオを見ておられる方々の上に、聖霊様の特別な働きがあり、その方々があなたに気がつき、あなたに心を開き、そして、神を信じるものとなることができますように、どうかその方々を導いてください。イエス様にお願いします。アーメン。バイバイ。